はい、Jチャンネルです。皆さんお元気でしょうか。今日はね、タイトル通りですね、ギターの弦の話ですね。いや、弦がね、びっくりしました。皆さんもう気づいてますか？いつ頃かは分かりませんが、エリクサーをね、久しぶりに貼ってみようかなと思ったんですよ。そしたら、エリクサーがめちゃくちゃ高くなってるんですよ。前は1700円か1600円だったでしょ。まあ普通のお店はね2000円ぐらいだったんですけど、まあ丸々ハウスさんとかね、箱根あたりだったら、まあ1600円700円だったんですよ。これが今見たらですね、今日現在で2380円、エリクサーの、ホスパーブロンズのライトで、2380円。これはね、目を疑いました。これはね、円安のせいなんでしょうか。これはね、厳しいですね。2300円っつったら、いや、その普通600円ぐらい以上高くなったでしょ。600円っつったら、その普通安い弦買いたいですね。これはどれまで続くのかというの不安で、とりあえずまあね、まあ、ストックは何個かあるんですけど、カスタムライトの方がないので、まあ一応とりあえずライトの方を使うのか、カスタムライトを買うのか、もうセットで買うしか、セットだったら多少割引あるかな、という感じですね。皆さんどうでしょうかね。この弦の高騰について皆さんのご意見をね、聞いてみたいと思うんですが、あのアンケートなんかでもね、出しておりますので、よかったらね、お答えいただければと思います。やっぱあのエリクサー以外はそんなには上がってないけど、若干は上がってますよね。上がってます。で、日本の弦っていうのはあんまりヤマハぐらいしかないのかな。どうなんでしょう。だいたい今使ってるのは、まあエリクサーか、アニーボールか、あとはギブソン、まあ、マーチンぐらいですかね。どこかにあるんでしょうかね。そうですね、アザレスとか使いましたが、やっぱりね、こんなに高くなったら、やっぱりこうコーティング弦でやっぱ3ヶ月ぐらい持たすしかないのかなと。1ヶ月使っていたら厳しいですよね。やっぱりギターが何本かあったらね。そういった意味でね、ちょっと非常にの弦の高騰でね、ちょっとびっくりしましたね。やっぱりこう2000円切ると厳しいですね、やっぱりね。だからやっぱり1000円ぐらいがベストですよね。1000円以内がベスト。コーティング弦でも1500円ぐらいがもういいんじゃないですかね。いいんじゃないっていうか、希望ですよね。皆さんいかがでしょうかね。本当にびっくりしましたね。まあこれによってね、アンケートに出してるけど、まあこれでもエリクサーを使い続けるのか、エリクサー派はね、あの人は使い続けるのか、それとも検討するのか、違う弦を考えるのか、ちょっと待ってみるのかとかね、もうちょっと待ったら下がるんじゃないかという感じがあるか、もう切り替えたとか。でもね、コーティング弦で長持ちするのは今のところエリクサしかないんだよね。あのクオリティを保って一番、まあまああんまりガクッと落ちない。ある弦はまあレビューしましたけど、ガクッと落ちましたね、やっぱりね。2週間以上過ぎたらガクッと落ちる。それがやっぱりエリクサーはそんなに落ちないでこう保ってくれるんで、やっぱ人気があったと思うんですけど。なのでよかったらね、あのまあ多分考える人っていうの多いのかな。やっぱり長年使ってきた弦をコロッと変えるっていうのはあるんで、まあ僕としては今のところは、アニーボールを使ってますから、まあそろそろね、あのエリクサーも使ってみたいなと思っていたところなんで、いや2380円聞きますね。とりあえず2個セットがで3600円かな。どうなんかな。そこらでね、まあ、皆さんもよかったら情報とかね、アンケート、ここは安いよとかね。でもこうエリクサーもね、ちょっと偽物がある疑惑があったりするんでね、なかなか難しいところありますけどね。という感じでね、弦が高くなったと、非常に困ってると。だからまあたびたび変えられないですよね。やっぱりもうちょっと安くしてほしいね。どこに行ったらいいんだろう。まあいろいろ皆さんのご意見を聞きながらね、このまま我慢するのか、もう乗り換えるのか、ちょっと考えるのか。アンケートがありますのでね、あのこのコミュニティからね、アンケートがあります。ぜひね、現のアンケートの方もお答えいただければと思いますし、まああのご意見とかね、コメントとかね、ぜひあのまあやっぱギター弾くんだったら弦が絶対必要ですからね。やっぱこう非常にこうね、あの切羽詰まった感じですよね。という感じなんで、またいい弦とかね、あったら紹介していただければ、また使ってみたいと思いますのでね、よろしくお願いしたいと思います。動画良かったらね、チャンネル登録とか、またねいいねとかね、ご意見なんかとかね、ぜひお送り、書いていただきたいと思います。はい、Jチャンネルでした。ではまた。
コミュニティの方のねアンケートもぜひよろしくお願いしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。ではまた。